超プロデュース超人見知り超ハラハラ僕たちが超重大ということで、はいはい、今回の企画見るプロデュースをよいしょミスさん、人見知りしますか？はい、しますかなり。あー、なるほど、それはちょっと良くないですねミルちゃんでも、あの本もあやかちゃんにあのこの方結構話しやすいなとか、はい、仲良くたくさんなれるようにね。簡単に言ったら、隠しカメラを仕掛けて後ろでスタッフさんと撮る時内でそうミルに次通り動いてもらって、ね、そうそうそう誰が一番親しみやすいかっていうのを、うん、あの決めてもらいますやりすぎないでね。やりすぎないで、まあまあ、楽しみにしててくださいよ。じゃあ早速プロデュースの方にしていきたいと思います。緊張してたら右手を上げてください。なんで？なんでですか？わかるんですか？やばっ、本物や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 。え、逆に気をつけをちょっと見てたんです。やだ、さまた緊張してたら右手あげてください。やめてもらっていいですか？やめてもらっていいですか？お、少ない。少ない、少ない。あ、ほら、もう、もうなんか、あれ、もういい感じ。あれ、あれ、みえちゃん一人でいいじゃん。みえは人見知りじゃない。みえ人見知りじゃないのか。あれって何ですか？確かに意外と普通ですよ。医者からこれあれ、ね、これがこれ僕の人で下が楽しい超仲良しじゃん。それなちょっとこれもうちょっと気まずくなのかと思った。そうそうそう、それめちゃめちゃ仲いいよ。はい、並んで足出してるから見ろ。これでいったんですよ。そうそう、これを超えていこうと、まあ、どんどんね深まると思うから。じゃあ一番でいきます。じゃあお願いします。いきます。後ろの扉から外に出て戻ってきてください。ちょっと待ってください。何ちょっと待って。どういうもう皆さん自分が何喋ってるか分かんない。イエーイぽいぽい。なんか恥ずかしいミュウじゃなくてミュウ。めっちゃ元気でしょ。全然大丈夫です。はい。すごい大丈夫ね。お願いします。ポップコーン、ポップコーンあげてじゃん。いきなりあげるよ。あ、ありがとう。食べて今。ありがとう。マジ怖い、マジ怖いんだけど。何いつも超時代はこうやってお出迎えするんです。ポップコーン食べて何でできてるか知ってるって聞いて。じゃあいただきます。食べてください。怖い怖い怖い。ポップコーン何でできてるか知ってます。
ブルーミガス吸って発音よくポップコーン。飲み終わりで食べるか。え、じゃあ初めて言ったの。あー。やばっ。いつもなんか。私でもチキっちゃうんですよ。ここでもいいんだけど、で家帰ったりとかして、その子にリーグクロスをチキっちゃうんですよ。あ、なるほどね。そうそうそう。イエーイ。ピッピは？ピッピは？ピッピは？ピッピ？うん。ピッピ？ピッピ？大丈夫か？いや、でもやる。超可愛い。あとみんな。やられてるでも負けてる嘘嘘負けてる負けちゃってるそんなことあるの何超えてきたよですよね今えギャルダメミユの遊びたいの、うん、遊びたいのえ本当思ってるうん思ってるらしいですやったじゃん遊ぼうよやだなんでだよやだなんでだよ遊べなってことにちゃんと責任を持ってよ怒られちゃったつうか、さっきまでのうちと何が違うかわかる？さっきまでのうちと何が違うかわかる？服装。正解したお前にはこれだとポップコーンあげてください。正解したお前にはこれだ。はい。ああ。ちょっと頭で頭突きしてください。お前、いただけねえだろ。せっかく勝負持ちかけてやってんのに。みーちゃん大丈夫だったら右手あげてください大丈夫左手ありがとうございますじゃあタイミングのいいところで出てきてくださいはいですどれ行ってろ初対面じゃないねあれはあーダンス話聞いててすごい写真だよみたいな曲だからへー写真だろうなと思って今日来たらあれですよ感じやから嬉しい。来た。ね、マジで行ったんだけど。来た。ね、マジで行ったんだけど。ミクロクロミーでやつ大体最初。今も見える。今も見える。見える？これちょっと待って、あ、ちょっと、あのさ、かぶるもありますね。これ私が逆にさ、ぴったりだったらあなたの顔小さすぎて私の顔でかいってことになるよね。早くつけろよって。早くつけろよ。似合う何似合うめっちゃ似合うじゃない私顔で描いたと違うすまんなんで私おもちゃサイズに作ってきたみーちゃん真顔で待機してくださいどういい感じイエーイなんだイエーイその子私ミュエルって言うんだけど、うんYouTube やってて、うん、最近なんか企画に詰まってて、うん、どういうのやったらいいと思うこの顔で言わせることあ、これやってんだなんかあれじゃないのにさ、めっちゃ可愛い TikToker の本もなかった声知ってる知らんえ、あのなんか本まで知ってるでもその仮面取ったらもう仮面のない私しかの仮面のない私しか残んないじゃん仮面取ったら仮面のない私しか残んないじゃんそれじゃないんだよだから逆にこれだと身が怖くて近寄らないのだからあの仮面を外してだって変身してみましたみたいなそういう企画はいいんじゃないあんま緊張してないしてないね知らんということで今回マジで怖かったんだけど
ちなみにどのプロデュースが一番いいの？そう、どれが一番接しやすい？どのやつと一番友達になれそうか。ギャロー、ギャローちゃんに。そうですね。いや、パンが一番勝ったの。おうん、マジで？マジだろ？ギャルダメだった。その人のどっちだよ。ギャルが可愛かった。可愛かったけど、あれはなんか知ってたから、知らない人にいきなりあれやられたらちょっとあーって、もういっちゃうから。ごめんなさい。お疲れ様。Status number